近年、ステルス戦闘機の導入が各国で進んでいます。それに追いつきたいのが練習機体でしょう。次世代を目指した練習機体を詳しく見ていきます。アメリカもついに導入、量産化される模様。これは、日本へも来るでしょうし、教育訓練を急ぐべき時期に来ています。2021年2月、アメリカ空軍において第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の搭乗員を育成するための新型の練習機、ボーイング社の T-7A レッドホークの生産が開始されたことが報じられた。この練習機 T-7A レッドホークはアメリカのボーイング社とスウェーデンのサーブ社が共同開発を行った機体であり、単発の機関部と練習機として必須である複座型の形式を採用している。機関部は単発とはいえ、これまでアメリカ空軍が使用していたノースロップ・グラマン社製の T-38C タロン練習機と比較した場合、およそ3倍もの推力を確保しており、著しく強化されている。アメリカ空軍ではこの練習機 T-7A レッドホークを現在までに総数で351機ほど導入することを決定しており、 F-22 ラプターや前述の F-35 ライトニング2の搭乗員の育成に充当する予定だという。練習機 T-7A レッドホークはこうした第5世代機と同様に垂直尾翼を2枚備えたツインテール形状を採用しており、機体の前後を抑えると同時にその垂直尾翼は赤い特徴的なカラーリングが施されている。アメリカ空軍への練習機 T-7A レッドホークの納入は2023年から開始され、翌2024年に初期の運用能力を獲得し、2034年までに最終的な運用能力の付与が行われるスケジュールで進められるという。先に挙げた第5世代機である F-22 ラプターや F-35 ライトニング2など実際の戦闘機分野では、それらを要するロッキード・マーチン社にほぼ独占を許しているため、ボーイング社では輸出も視野に入れている。そのため、現在、川崎製の T4 訓練機を使用中であり、F-35 ライトニングにも、導入中の航空自衛隊も、ボーイング社の有力なセールス先の一つとなる可能性が、すでに日本でも囁かれ始めている。現状の航空自衛隊での戦闘機搭乗員の育成の流れは、まず T4 訓練機、次に F-15J イーグルや F-2 の複座型、そして F-35 ライトニング2は短座しか存在しないため、地上のシミュレータが主とされている。つまり、練習機 T-7A レッドホークであれ、F-35 ライトニング2を想定した。スムーズな搭乗員育成が可能で、さらに、同機と同様のグラスコクピットへの対応も同時に行えることが最大の利点となるだろう。こうした F-35 ライトニング2に対する訓練の最適化はもとより、実は価格的な面でも1機あたり練習機 T-7A レッドホークは約20億円、一方の T4 訓練機は約30億円とリーズナブルなことが指摘されている。そのため、
防衛産業の国内企業の保護や育成という観点から見れば川崎製の T4 訓練機を継続する意義は少なくないが、訓練の効率とコスト的な面からは練習機 T7A レッドホークの選択が合理的にも思える。このあたりの事情は結局は最終的には政治的な判断によって行われることが予想され、ゼロサムなのか一部でも練習機 T7A レッドホークが導入されるのかは今後の続報を待つ以外になさそうだ。さて、練習機 T7A レッドホークであるが、その通称のレッドホークとは、伝説のアメリカ軍初のアフリカ系アメリカ人による航空部隊タスキーギエアメンの流れを組むものと言われている。航空部隊タスキーギエアメンは第二次世界大戦中に発足した部隊だが、その当時の人種隔離政策はアメリカ軍も例外ではなく、アフリカ系アメリカ人が最前線の戦闘任務に就くことは少なかった。そうした社会情勢の中で創設された航空部隊タスキーギエアメンは、まず1943年の地中海方面、ついで翌1944年のイタリアと爆撃機の護衛戦闘機への搭乗任務で実績を重ねていった。ここで航空部隊タスキーギエアメン所属の戦闘機は尾翼に赤い塗装を施していたことからレッドテールと呼ばれて、その活躍を称えられ、アメリカ軍だけでなく他国にもその名を知られる存在となった。航空部隊タスキーギエアメンのこうした第二次世界大戦時のヨーロッパ戦線での活躍は、戦後の1948年に当時のトルーマン大統領による軍内での人種隔離政策の廃止を決断させるに至った。この航空部隊タスキーギエアメンの別名レッドテールが、今現在の練習機 T7A レッドホークの名にも敬意を持って冠されいる状態であり、語源の尾翼の赤い塗装も受け継がれているのだ。日本では劇場未公開だが、アメリカの巧妙な映画監督ジョージ・ルーカスが航空部隊タスキーギエアメンを主人公に据えた映画であるレッド・テイルズを2012年に制作したことも一部では知られている。しかしジョージ・ルーカスは同時に、この映画レッド・テイルズが着想から20年ほども時間を要したことについて、アメリカの映画産業自体がそのテーマへ非協力的だったことを述べており、未だ扱いは微妙とも言える。